月型先蔵慶応元年10月23日は、江戸時代末期の福岡藩士、薩長同盟の起草文を考案し、早川勇と共に圧戦している。居託後文政11年、福岡藩の藩主、朱子学者月形新倉の長男として誕生。祖父月慶室、おじに、長野誠、重邸に、月型清がいる。福岡藩士、魚住明星に計画を、 おじ長野のまことに兵学を学ぶ。華英三年に父、深倉の家徳を継ぎ、馬回り役から、大島の定番となるも辞職し、尊能上位運動に身を投じる。万円元年五月、藩主、黒田長博が参勤交代を行うに際し、尊能論の立場から述べた憲白書を提出。さらに八月には、藩の汚職を批判する権限を行った。 このことから11月に捕獲され、翌年の文久元年に、加禄クボ州の上、五笠郡小賀村に遊兵される。文久3年6月には、藩出生の加藤師匠の進言により帰宅するも、なお実教命ぜられ、屋外に出ることを禁じられた。8月18日の政変の後、脱藩師の平野国を見に出奔して、共に決起してほしいと持ちかけられたが先祖はこれを断り、 10月に、英血状を送りつけられている。現氏元年5月、罪を許されて職に復し、町方選議係の地銀未役を命じられ、薩長二藩の融和及び薩長同盟の起草に、努めた。第一次長州政党において、福岡藩は政党中止を目指し、藩を挙げて、長州終戦に努めたが、月型は五教を説得して、長州藩外への移転を実現し、政党中止に貢献した。 慶応元年には三条、耳以下故郷が、太宰府天満宮の炎上院に移る際、これを下関まで迎えに行き案内した。しかし幕府が、再度の徴収政党を決定すると、反対勢力の砂漠派が復権して反論が一変する。先祖は五協天座の費用の藩の抗金千五百両子と、不明で抗金横領の罪を問われ、 身柄を親類に預けられた後、同年10月23日にマスキアにおいて、カイツ一ら13名と共に斬首される。明治31年7月、造成4位。母書は、月型や菩提寺の大量産小林寺、月型先像を描いた月の章といとこの月型、清を描いた神の章の二部作の歴史小説。ありがとうございます。